はい、おはようございます。昭和生まれの皆様こんにちは。速稼塾の久保です。昭和40年代に生まれた方は私と同世代だということなんですけども、ちょうどね、中学生になった頃に長渕剛さんの曲、こういったものに感銘を受けて、アルバム、レコードですよね、ライセンスっていうのをね、もしかしたら買った人がいるかもしれません。まあ、私もその一人なんですけども、やがて高校に入る頃にはテレビドラマでトンボっていうね、まあ、長渕剛さんがなんとねヤクザとなって大暴れするという、まあ、そんなドラマに衝撃を受けた人もいるかもしれませんね。これも私もその一人です。今回はですね、そのトンボをじっくり見てみたくって、はい、DVD のセットを買いました。これね、 Amazon で14,000-15,000円ぐらいするんですよ。でも同じ新品なのにメルカリだと6,000円とか7,000円とか、高くても8,000円ぐらいで手に入るので、ぜひねご購入いただきたいと思います。私は7100円で買いましたね。で、このトンボ、当然ですけどもメルカリで仕入れて Amazon で売るっていう風な転売も存在すると思いますけども、はっきり言ってバン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 売れるもんじゃありませんから、ですんでね、転売するつもりで仕入れてもいつ売れるのか分かんないんで、私はあまりおすすめしません。要するに回転率がいいもんじゃないんですよ。ですから自分で見るのに留めておいた方がいいと思います。新品でね、こうやってナイロンを取りますよね。当時テレビの前でオンタイムで見るしかなかった私たちにしてみたら、こういった再放送されにくい作品っていうのはこういった DVD ソフトで見るしかないですよね。 YouTube に落ちてる動画を探しても断片的でなかなかじっくりと見れなかったりするんで、あれ、そういえばあの話どうなっただろうとか、結末はどうなってるのかなっていう風になっちゃいます。またこのトンボの続編としてエイジ再びってのがあったと思うんですよ。それがダイレクトに、まあ、完結編としてつながってるのかなと思います。まあ、エイジっていう作品もありますけどもね、いまいちエイジっていう作品からエイジ2再びねっていう風に行くよりも、このトンボからエイジ2に行くのが、まあ、普通の流れなのかなって私は感じるんですけどね。それからオルゴールっていう似たような作品もあったりしますけども、オルゴールは完全に別作品なんで、小川英二は出てこないということでございます。ただやっぱり長渕剛さん演じる強烈な個性の主人公はいつまでも私たちの心に残ってますよね。これからじっくりと見させてもらいます。はい、それでね、今日のライブ放送だったんですけども、毎日自分のコンディションを知る上で体温を測るっていうのはすごく大事かなと思いますね。自分の平熱ってのはどのくらいあるのか、平熱はみんな違いますから、私はちょっと平熱が高いぐらいなんで36度8分から37度2分ぐらいが平熱なんですよ。まあ、ですんでね、37度3分とか4分で風邪をひいてるって言われてもちょっと困っちゃうんですよね。まあ、体温が少し高いんで私は回復力が早いのかなって気もしますけども、まあ、ある話によると 38.5 度でほとんどのがん細胞は死ぬらしいんで、 38.5 度を保っていると、まあ、がんにかかりにくいのかなと思いますけども、その代わり日射病になっちゃいますよね。なかなか全てうまくいくってことはないものです。さあ、平熱は高い方が良いとされてますけども、皆さんどうでしょうかね。それからですね、FX の動画をご覧いただいている方もいると思いますけども、FX は基本的に、まずは基礎用語を覚えることが大事です。基礎用語がわからなければ、その次の展開には進めないですよ。当然のことだと思います。いずれも、その業界にはその業界の言葉、概念があるものですから、まずはそこを押さえていくことによって、次の段階、テクニカルを学んでいくのに、遜色ない。あ、電話ですね。すいません。はい。